しませんそして、まあの、先日のゲームと、まあ、2節しか終えてないところでのこのお話になりますけれどもどうでしょうか、何かこう少しずつ変化というのは藤原選手、こチームの中でも出てきてきますか夏のガンバは結構強いと思ってるんで、みんな走れますし、うん、意外に。まあ、それが今はいい感じにね、こう先制したりして、まあ、追加点3点目っていうのも結構取れてるんで。 このままいけば本当に、うん、いい感じにチャンピオンシップもいけるかなっていうのがあるんで、まあ、セカンドは優勝を狙っていきたいですけどこのうまくこうチームとして回ってる良かった時のいい時のこの頑張っていう感覚っていうのが少しずついい時きって本当に全員が攻撃して全員が守備するってみんなハードワークして。 まあ特にサイドハーフの選手は幸太郎だったり阿部ちゃんだったりというのは本当に攻撃も守備もしっかり走ってくれているので、まあ、それが強い時の頑張ってのはやっぱりそこが走れているので、まあ、このまま、ね、続けていければいいかなとそしてまあチームとしてはようやくユルク選手パトリック選手にゴールが生まれましたけれども、まあ、ゴールの瞬間駆け寄って。 っていうところもありましたけど全然点取ってないっていうのはあの点取るまで分かんなかったですけど <laughs> そのぐらいあれそんな取ってなかったっけっていう感じだったの、うん、そうですね,ねであんまり違和感はなかったですけど <laughs> <ん>まああのもちろんパトリック選手もそうですけどそろそろ我々としては井出口選手にねそうですね <laughs> もう速度ですよそうですねっていう <laughs> 多分みんなが期待してると思いますし初ゴールを <laughs>、うん で以前ちょっと聞かせてもらったんですよ、出口選手に、初ゴールのイメージありますかって、どういうイメージでしたっけ、ごっちゃんゴールのイメージ、シュート力とか、本当にあるんで、結構、ミドルシュートとか狙ったら、普通に入りそうなんで、どんどん試合中を狙てていいいってほしいなと思います、うん、ですから、やっぱりこう気持ちのいいね、せっかくの初ゴールというか、ゴールなんで、インパクトのあるゴールって思ってるんですけど。 初,初ゴールはごっちゃんゴーールルっちで、うん、行きましょう。<laughs> <laughs> まあそれが勝利につ、ね、ながるようなあのものであれば言うことないですし、まあ、あの今この井出口選手このオリンピックで少しチームを離れるっていうところもあってポジション争いもまた今シーズンは熾烈になってますけれどもその辺りっていうのはどう気持ちの部分ではガンバーは本当にポジション争い激しいと思うんですけどやっぱりその中で。 自分がスタメンを勝ち取れるようにやっぱりオリンピックでも、うん、活躍して、うんうん、チームに帰ってきても本当に貢献できるように本当に離れてもオリンピックで活躍すればいいかなと思ってます、うんまあ、藤原選手なんかは、まあ、あのこのサイドっていうポジションはかなりずっとポジション争いが。そうですね あと2試合しかいないですけど、まあ、その2試合しっかり勝ってね、まあ、オリンピックでもしっかり結果を残しし自分がいなくてもまあ心配はしてないですしたくさんいい選手サイドにはいるんでますけれどもどうでしょうか何かこう少しずつ変化というのは藤原選手こチームの中でも出てきてきますかまあ夏のガンバーは結構強いと思っているんで、うん、みんな走れますし意外に、まあ、それが今はいい感じにねこう 先制してやりしてまあ追加点3点目っていうのも結構取れてるんで、まあ、このままいけば本当に、うん、いい感じにチャンピオンシップもいけるかなっていうのはあるんで、まあ、セカンドは優勝を狙っていきたいですけどこのうまくこうチームとして回ってる良かった時のいい時のこの頑張っていう感覚っていうのが少しずつ見えてきましたか 全員が攻撃して全員が守備するってみんなハードワークしてまあ特にサイドハーフの選手は孝太郎だったり阿部ちゃんだったりっていうのは本当に攻撃も守備もしっかり走ってくれてるんでまあそれが強い時の頑張ってのはやっぱりそこが走れてるんでまあこのままね続けていければいいかなってそしてまあチームとしてはようやく犬雄選手パトリック選手にゴールが生まれましたけれども。 まゴールの瞬間駆け寄ってっていうところもありましたけど全然点取ってないっていうのはあの点取るまでわかんなかったんですけどそのぐらいあれそんな取ってなかったっけっていう感じだったの、うん、そうですねなんであんまり違和感はなかったですけどうん <laughs>、まあ まあのもちろんパトリック選手もそうですけどそろそろわれわれとしては井出口選手にねそうですね <laughs> もう速度ですよそうですねっていうみんなが期待してると思いますし初ゴールを、うん、で以前ちょっと聞かせてもらったんですよ井出口選手に初ゴールのイメージありますかってどういうイメージでしたっけシュート力とかは本当にあるんで、うん、もう結構ミドルシュートとか狙ったら普通に入りそうなんで。 どどんどん試合中を狙てていいいってほしいなと思います、うん、ですからやっぱりこう気持ちのいいねせっかくの初ゴールというかゴールなんでこうインパクトのあるゴールって思ってるんですけど初,初ゴールはきましそれが勝利につ、ね、ながるようなあのものであれば言うことないですしまああの今この井出口選手このオリンピックで少しチームを離れるっていうところもあってポジション争いもまた 今シーズンは熾烈になってますけれども、そのののりっていううははどう気持ちの部分ではガンバーは本当にポジション争い、激しいと思うんですけど、やっぱりその中で自分がスタメンを勝ち取れるように、やっぱりオリンピックでも、うん、活躍して、うんうん、チームに帰ってきても、本当に。